大津線とは、京阪電気鉄道の京神線と石山坂本線の2路線の総称である。路線図この大津線の名称は、京阪電気鉄道鉄道営業部が管轄する京阪線と区別する意味でも用いられている。京阪電気鉄道は、滋賀県内に路線を持つ唯一の大手私鉄で、その京阪が滋賀県に有する路線が大津線である。滋賀県大津市にある、 琵琶湖浜大津駅を中心に、道市内西部地域と京都市中心部地域とを結ぶ、軌道線として、明治末期から昭和初期にかけて形成された。京神線、石山坂本線は、軌道法の適用を受けてはいるが、小型の普通鉄道タイプの車両が走行している。京阪山市内機の対比設備が廃止されて以降、京阪線とは異なり両線共通で、 先発先着の平行ダイヤとなっている。1997年の京都市営地下鉄東西線開通に伴う路線再編を機に、大津線ではラインカラーが導入され、それまで京阪線と同一であった駅名標とサインシステムもラインカラーを取り入れた館内オリジナルスタイルに更新され、京阪線の駅名標とサインシステムとは異なるものになった。京進線では 黄色、石山坂本線では、緑がラインカラーにそれぞれ用いられていた。大手私鉄で同一の会社が路線群ごとに駅名表やサインシステムを違えているのは、他に東武鉄道や近畿日本鉄道にも事例がある。しかし、2018年の宇津線4駅の駅名解消に先駆けて2017年より、 解消する4駅を含めて、駅名表とサインシステムを、順次京阪線で使用されているものと、再統一することとなり、京阪瀬瀬駅の駅入り口看板と美湖浜、大津駅の定期券発行機のサインシステムを皮切りに、更新を開始し、2018年3月までに、全駅で更新を終了して、京阪線と再統一された。これに伴い、1997年以来、 使用してきたラインカラーに変わり、2017年6月に路線マークが新たに制定され、京進線では黄緑、石山坂本線では水色を基調としたマークが設定され、2018年3月から路線図等にも旧来のラインカラーに変わって使用されている。大津線の沿線には大見神宮や日吉大社、石山寺などの寺社があるが、 大津線の営業車両の客車内には、京阪線と同様に、成田山不動村のお神を祀っている。なお、2005年からは、毎年12月下旬から翌年2月末にかけて、大津線を利用している、受験生に対し、受験生応援グッズとして滑り防止さ、勝利をスナポートを、京阪石山駅、京阪税税駅、琵琶小浜大津駅、京阪大津京駅で配布している。 京神線は4両編成の車両が京都市中心部地域では地下鉄に乗り入れ京都府と滋賀県との府県境にあり旧東海道の難所でもあった大阪山付近では登山電車並みの急曲線急勾配を走り抜け滋賀県を移し中心部地域では路面電車のように国道161号線上の平洋軌道を走っており地下鉄、登山電車 路面電車という三つの性質との間は、地下線を持つ路線である。かつては、京阪本線と線路が接続され、直通列車もあったが、京阪本線の地下下と京都市営地下鉄東西線の開業に伴う京神線の部分廃止に伴い、現在は分断された形になった。京阪電鉄大津線のアニメ、千葉不良をモチーフにした、ラッピング電車石山坂本線は、 京神線とは異なり二両編成の車両が走る。琵琶湖浜大津伊東の区間は、琵琶湖や瀬田川に沿って、住宅街、下町を走り抜ける。三井寺、坂本比叡山口間は将来片田への延長を目指して作られた区間である。なお、近年多くのラッピング車両が運行されている。運賃制度も京阪線は大気路区間制、大津線は区間制を採用し、 運賃も大津線の方が高かった。1997年の京新線部分廃止まで3条駅を、介して京阪線と大津線とにまたがる運賃は以下の3通りとなっていた。京都市営地下鉄東西線開業までは無人駅も多く、実際にその駅で乗車券を発売していても、自動券売機が設けられていなかったり、窓口営業時間が限られていたこともあって、 自動改札機に対応していない、何件が多数発売されていた。特に、京阪線にまたがって発売されたものに対しては、着駅を再下段に表すミシン目の入ったタイプが、最後まで用いられていた。また、京津三条駅、京阪山品駅、琵琶湖浜大津駅、京阪石山駅以外の自動券売機設置駅で、あっても、一定時間を過ぎると、乗車券は、 車内でお買い求めくださいと記されたシャッターが下ろされて、券売機が使用できなくなり、乗車券の車内購入を促していた。大津線では、以下の一日乗り放題の規格乗車券が発売されている。なお、京阪線側では、年間を通して発売され、かつ、京阪線のみ、利用可能な一日乗り放題の規格乗車券は存在しない。大津線では、ピタパや、 愛イ化などの交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応する IC カード乗車券が利用可能である。2017年4月1日より大津線で愛イ化定期券の発売を開始する。合わせて JR 西日本、京都市営地下鉄及び京阪線との愛イ化連絡定期券の発売を開始する。大津線管内には京神線の篠宮変電所、 石山坂本線の滋賀変電所、石山変電所の3カ所の変電所があり、関西電力より、交流 22KV を受電して、直流 1500V に整流して、電車線に送電するほか、篠宮変電所、滋賀変電所では、二重変圧器で、交流 3300V に変圧して、駅電気施設、信号保安設備などへ送電している。なお、 2017年7月より、電車線に送電する電力をエネットから購入することが決まっている。なお、四宮変電所、滋賀変電所には地震計があり、大津指令所で集約表示している。また、大津線の運用されている車両は、すべて改正ブレーキ付き電動車で、列車本数が少ないため、四宮変電所と琵琶湖浜大津駅に、 改正電力吸収装置を設置して、改正電力執行対策を行っている。6 0 0ト時代は8 0系の改正ブレーキで得た、電流を3乗変電所から、京阪本線へ送電していた。京阪線が 1500V 化されると、給電インバーターで吸収した電気を、SIV で交流にして3乗地下駅の、照明電源として、京進線の3乗5両間が廃止されるまで、 利用された。大津線管内には、場内信号機11機、出発信号機16機、入れ替え信号機34機、誘導信号機4機、中継信号機10機、手信号代用機11機、閉塞信号機69機の155機が設置されており、順次電球から LED に更新が進められつつある。また、大見神宮以北の22機では、 雪害対策として、大型フードが取り付けられている。第一種電気軽電連動装置が京進線2カ所、石山坂本線4カ所の6カ所に設置されていて、列車運行管理システムに連動している。大津線の列車運行管理システムは運転指令所の中央装置から6連動装置を列車運行ダイヤに基づいて信号を制御するもので、各駅に設けられた装置とは二重の光。 ファイバーケーブルでネットワークされている。京阪線の自立分散型列車運行管理システム、ADEC とは違って、連動する駅にコンピューターを設置して、連動されるのではなく、CTC 駅装置を介して、既存の連動装置を制御、駅装置から中央装置に変身されて、運行管理している。 2016年3月13日より安定したシステム運用を図って列車運行管理システムが更新された。大津線管内には112箇所の踏切があり、うち105箇所が第1子港踏切、残り7箇所が第3種踏切。第1種踏切のうち交通量が多い40箇所には踏切障害物検知装置が取り付けられている。 石山坂本線の滋賀ざと阿の間の県道との並走区間、京新線大谷駅付近の国道1号線との並走区間に自動車転落検知装置が設置されている。構造はシンプルで道路と軌道の間に微弱電流を流した4本の検知線が貼られていて、 そのうちの一本でも切断され電気が止まると、運転指令と信号扱い所に警報を発し、同時に特殊信号発行機を発行表示させる。これと同じもので、土砂放建地装置が、かつて落石事故があった球場山駅付近に設置されていたが、設置区間が廃止されたために撤去された。過去に落石事故があった京阪本線の八幡し、橋本館などにも設置されている。 琵琶湖浜大津ーツ大城栄町、琵琶湖浜大津三井間の平洋軌道区間では、列車の運行状態を監視するために、多数のカメラが設置されており、運転指令所でモニターされている。ありがとうございます。